4月28日、トヨタ東京カローラ江戸川店でパラリンピアンに学ぶボッチャ交流体験会が行われました。パラスポーツ事業に積極的に参加し、2020年東京大会向けてですね、積極的に参加していきたいと思います。この体験会は4月9日江戸川区とトヨタ東京カローラ株式会社の間で結ばれたパラスポーツ分野の協力に関する覚書によるイベントとして行われました。この覚書は東京2020大会の成功に向け、パラスポーツ分野における連携強化を目指すもので、広報、人的支援、移動支援、場の提供などでご協力をいただけることになりました。こうして実現した体験会で、リオデジャネイロパラリンピックボッチャ銀メダリストの藤井百合子選手によるデモンストレーションも行われ、多くの方がボッチャを体験しました。これからもこうした企業などと連携を深め、パラスポーツの振興に努めてまいります。